皆様こんばんはカズラジでございます、えー、昨日に続いて京、えー、セラの放送席、えー、ちょっとお借りして喋っております、えー、今回もご視聴本当にありがとうございますカズラジバージョンでございます今日も早めに撮っております佐賀りさんですが 背景が京セラドームの客席の飾らじバージョンありがとうございましたということで大前さんの YouTube だからこそ見ることができる背景は贅沢ですそうだよあの別にセットでもなんでもないからねこれあの本当にこのバックに京セラが見えておりますそういう状況で喋っております近所の公園の遊歩道を歩いていたのですが桜の花がすっかりもう散ってしまって花むしろが綺麗でしたあーなるほどね もうあの僕の近所の桜もほぼほぼ葉桜になっておりましたね。えー、まあその葉桜の,あの新緑の,あの若い緑もとっても美しいんですけどもね、まあ、本当、その葉桜の下にはもう桜の花びらがねこの道を埋め尽くす、まあ、そんな感じの風景で,ですぐ隣にあるうちの近所の桜の木のすぐ横にあるツツジがもうつぼみをくらませておりました、そんな季節になっておりますはいいありがとうございます。 えー、タムタムさんですが、えー、花冷えの一日でしたねということですね、えー、風が強く桜吹雪でまさに遠山の金さんでしたこの桜吹雪が目に入らぬかっていうやつですね,、えーねえー、真新しいそして近年カラフルでおしゃれなランドセル背負って1年生を目にする季節になりましたということ私も6年間ずっと背負っていた6年間背負うんだね結構ね。 えー、僕は本当何回も言いますが4年の2学期でやめたからねそうなんだよね、えー、途中で普通のカバンに変えるお友達もたくさんおりましたが、えー、半分親の意向もあって背負い続けました6年生になっても背負ってる子供も、えー、半数くらいいたと思うので恥ずかしさも感じずにいられてよかったですということよかったね息子も娘も6年間背負ってくれましたいいねでもあのー。 できれば6年間乾燥すれば一番いいと思うんだけどもねで田舎だったかもしれませんが学校に業者の方がランドセルを売りに来てくれましたえー、そうなんだメーカーはクラリーノ、えー、男の子は黒女の子は赤今はいろんな、えー、ブランドのものもあったりで選ぶのに迷っちゃいますねということそうだね今ブランドものとかあるもんね本当にね えー、それなりに高価なものですので大切に使ってほしいと思いましたということまあ確かにあのランドセルってさ小学生以外持たんじゃん基本ねえだから一生に一回なんだよねランドセルあのこれ古くなったから途中で新しいやつに変えたっていうやついないでしょもうランドセルやめたらもう次は違う手持ちであったりこうショルダーバッグであったりとかっていうのにならなかったねえ ランドセルこれあのそうですよもう3年間でもうボロボロになっちゃったんでこれ買い替えました2つ目ですっていう人いるいないよねいないと思うわありがとうそんな人がいたら教えてくださいありがとうございますえヒデキさん「クラリーノの CM 懐かしいですね懐かしいよね、えー、蝶ネクタイをつけて、えー、靴を履いたアヒルが出ていました確かに蝶ネクタイしてたわね えー、私も好きな葉桜の時期になりましたもう少し楽しみたいですねということはまあ僕は,の僕はもう桜の後にふあとにスタンバってるツツジがまた好きなんだけどもねサツキツツジがね綺麗ですねえー、それから山本敏子さんえー、ランドセルネタ、えー、続いておりますが、えー、私もランドセルはクラリーノで6年生の最後の最後まで使いましたすごいねそういう方結構いるんだねねえ えー、今なら素材よりも色よりも綺麗な刺繍の入った機能性は抜群のものを選びますいろいろ収納できたり小物を引っ掛けるフックがあ,あちこちあったりそんなものなるほどね。 機能性のの高いものねその上で真っ赤ではない薄めの色を選択するような気がします今だったらね僕はチェックって昨日申し上げましたけどもね、えー、中学生は学生カバンでしたが、えー、高校の時は自転車の前かごに収まる大きさのランドセル型のカバンだった時期もありましたなるほどねあの頃リュックの選択肢あまりなかったんですよねスポーツバッグもエナメル素材が多かった確かにテカテカ系が多かったけどもあのー でもマディソン・スクエア・ガーデンってちょっとこうテカテカ系じゃなかったよねああいうビニール素材だったけどねあのマディソンバッグほんと行ったんだよ俺たちの時中学の時僕は持ってませんでしたけどもあのー 一応買ってっておのお袋に頼んだんですけどみんなと同じもの持ってて嬉しいかいって言われてなるほどと思ってやめました違う、えー、ブランドのやつを買ってもらいましたブランドっていうかスポーツ用品であの,あの頃何だったかなプーマとかもあったんだよねプーマとか買ってもらったような気がするな、えー、懐かしいです、えー、それからうーんとこれ牛子さんですが あ珍しい名前の話昨日してくれた牛子さんですが、えー「織姫はランドセル6年間完走しました」「やっぱりそういう方もいるんだね」えー「織姫の学校は6年間使うことを推奨していて使い切ったら表彰されるらしくすごい」「学校がそのやり方を取り入れてからみんなが使い切るようになったそうです、ね」いいことだね。 あのサステムナブルな SDGs を考えればいいのかもしれないねえー、なるほどね学校側としてもきちんと最後まで使いましょうという方針でしたなのでランドセルを6年間使わない子どもはほぼゼロでしたすごいねえー、6年生になってランドセルが本当に小さくなってまた可愛らしかったですということなるほどですねうーんで えー、新入生の大きいランドセル姿も可愛いんですけれどもランドセルとともに成長を感じられて感慨深いものがありましたあの6年生の,あの小さな感じに見えるランドセルも非常に感慨深いものがあったということ今はこのランドセルをリメイクに出そうと検討中すごいな、えー、ランドセルがお財布やお小物入れにリメイクしたり小さなランドセルとしてリメイクされたりするので可愛いですあそういうこともあるんだねいいね えー、なるほどねで今日は、えー、仕事午前中でその後入学式 <laughs> 行くということで、えー、今日はおしゃれ着を、えー、着用させて、えー、着用さて仕事に行くので着用してか、えー、みんなに「どうしたの?」って言われまくっています「どうしたの今日その格好」とかっていう感じですねでこんなこと書いてる間にまた「今日は清掃ですね」って言われました。でどうしたのの結局あの サイズの大きい服を買ったの牛子さんそれともあの見事ダイエットに成功したのかどっちでしょうかまた教えてくださいありがとう、えー、それからさっきあの珍しい話という話がありましたけども、えー、ムーさん、えー、こんにちはムーですいつもありがとうございますさて名字の件ですが牛子さんとは正反対に私は日本でもベスト5に入る名字に変わって38年 ああ、もっと珍しい名前の苗字の方が良かったなぁと多々思います。医療機関へ行った時も必ず下の名前まで確認してから返事します。えー、夫にあたっては同姓同名も多々あります。あーまああるだろうねえー。私としては珍しい苗字に憧れます。もう遅いですけれどもね。なるほどね。えー、まあ、難しいっていうか、珍しい苗字は苗字でまた困るって方もいるし、平凡すぎて嫌だっていう方もいるし。じゃあ。 あなたはもし、えー、もしをもし好きな名字にしていいって言われたら何にする何にする僕はやっぱり珍しい名前にしたいなと思いますね、うん、でもあの言うように「あの大前」っていう名前はその意味がある名前なんでねだからまあそれはそれであの 意義があもともと、ねえー、は熊野の熊野神社熊野三山であの天皇が行幸に行った時に、えー、天皇って大紀美ってうでしょで大紀美の前のお前なんですよそこで神事を司る、えー、のがもともとのお前の名前の発祥だと聞いておりましてうちはそこからドロップアウトして熊野水軍になったで後に領土替えで兵庫の方に移ってというその末裔でございますんでねはっきりしてるんだけどもそうなんですよ。だから あのまあ、大前という名前はもともとはその役職神官の役職が名前になったということを聞いてますんでね、えー、どうでしょう皆さんどんな名前に変わりたい俺何になるだろうなでもあんまりでもあ,のあんまりない名前になりたいなどっちかというと僕もそんな気がします。 なんだろう、今すぐ思い浮かばないけどそんなこと考えたことなかったからもし皆さん憧れる名字があったら教えてくださいえ今日も京セラドームからお送りしましたありがとうございましたこんな感じですいいでしょう今日この部屋も使いませんけれどもね、はい、えー、明日はねカズラジどうなるのかな明日えー、基本もう明日の夜は僕は、えー、今日もあのそうそうあの昼間っていうか朝に のぶさん星野さんからメールがあって「お前さん明日早く終わったらメーでも行きますか?」ってお誘いあったんで夜は夜でねかずらじ取る時間あるのかなと思ったりはしておりますが、まあ、なんとかします今回も最後までご視聴ありがとうございました京セラからでした。